塚36期の村瀬選手と浜野選手と影瀬選手に来ていただきました、新人のインタビューをしたいと思います。まずちょっと硬いね3人とも硬いね、もっとリラックスでいいかな。じゃあ月の城から。何の嘘ついた。月の城から。今乗っている車は86です。今後乗りたい車は、まあ、レクサスの IS300 の F スポーツは欲しいと思います。かっこいいね。じゃあ浜野君お願いします。今乗っている車は今乗っている状態ですけど、あ、いいですね。最近 CHR を買ったんで、今後乗りたい車っていうのはまだ買ったばっかり。かっこいいもんね、あの CHR。 ちょっとホイールとか変えちゃってね、エアロとかもついちゃってね、かっこいいもんね。はい、次は休日の過ごし方いますか。自分は常に家でゴロゴロしてます。それもね、リラックスでね、いいよね。自分はデビューしてから家で寝てますね。疲れるもんね。自分は逆にほぼ家にいない。アウトドア。ちなみに 何してるんですか。買い物行ったり、次の質問いきます。選手になって良かったことを教えてください。選手になって良かったこと、自分はもともとロードレースやってたので、バイクの仕事をしたいと思ってたので、夢が叶えられたので、今は本当に楽しいです。前回デビューさせていただいて、まあ、そういうレースとか練習とか全てが自分にとっては好きなことなので、この前も沖縄行っとったよね。あの、僕のおすすめスポットに全部行ってもらいました。ね。よかったです。浜野選手、レーサーになりたいと父親に言った時の反応はどうでしたかっていう質問が来てるんですけど。ありがとうございます。はい、それではじゃあ36期の皆さんに最後の質問です。ゆくゆく SG 取ったら賞金は何に使いますか。自分はスニーカーが好きなので、今欲しいスニーカーいっぱいあるんで、それを買いたい。自分はあんまり強くがないので、まあ、決まるまでは多分
がありすぎて。いいことだと思います。ファンの皆さんに、一言ずつお願いします。はい、これから一層一層全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。ファンの方々に応援されるような走りをしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。これからもたくさん練習して速くなれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。以上、36期の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。こんにちは。中村隼人です。出身は飯塚です。よろしくお願いします。年齢言ってないか。25になります。飯塚奥35期、北原武里です。27の福岡出身です。お願いします。お願いします。中村隼人選手、オートレースを知ったきっかけと選手を目指した理由を教えてくださいと思います。はい、そうです。小さい頃からよく親父に連れてってもらって、で、まあ、そこでなりたいなと思いました。今乗ってる車はアルトワークスなので乗りたい車は何でしょう。イニシャル D に出てきた車にどれか乗りたいです。イニシャル D が好きな、まあ、はい、好きです。へぇ、質問事項、うん、今の質問、あ、同じ質問、そうよね。いや、なんか炎の違う質問なのかな。はい、今乗ってる車がトヨタの CHR で、ほんと今年乗り換えたバッグなんですけど、今年のうち乗りたい車、僕結構 SUV 系の、まあ、ちょっと車高高い車好きなので、次は、まあ、NX とか、ちょっとレクサス、RX とか、その辺ちょっと乗ってみたいなって感じはあります。やっぱり稼いでね、買いたいよね。頑張りたいです。続いての質問です。整備グループ以外の諸先輩方とは喋りづらいものなんですかっていう質問が来てます。いや、特に喋りづらいはあんまりそんなないよね。ないです、はい。なんならね、自分たちだって全然違う雰囲気だしね。タケは僕も全然なんか、むしろ結構いろんなグループ関係なくいろんな先輩方に可愛がっていただいてるんで、ね、全然それはないこの辺はないです。養成所にいる時の楽しかったことやきつかったこと、それぞれ知りたいです。楽しかったことは、走行練習してる時はすごく楽しかったです。きつかったことは、娯楽がなかったことがきつかったです。楽しかったです。まあ、やっぱ厳しい訓練の中で、まあ、ちょっとした合間で、まあ、同期とゆっくり喋れる時間とかができた瞬間が、まあ、楽しいなって感じる感じになりますね。きつかったな。僕結構ウェイト重かったんで。そうね、たけに32期にね、おったらね、俺とヤッシーとね、高森良二君がね、体重が重くて、ご飯食べれんで、ね、そうそう、あの養成所期間はもう、米粒一回も食べてないもんね。あ、毎晩もう水抜きみたいな。ね、風呂熱いのに使ってね、汗出してね、そうそう、やっとったやっとった。ね、ファンの皆さんに一言ずつメッセージをお願いします。これからも活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。これからもお客様の車検に応えれるようにしっかり強い選手になれるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いては、飯塚33期中村恭介選手と、永田高則選手に来ていただきます。いやいや、違う、あ、違う、マサヤ、あ、マサヤ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 、嘘、あ、タカと思った、マサヤ、え、タカじゃない、マサヤでした。
ということで、永田雅也選手と中村恭介選手に来ていただきました。お願いします。ちょっとあの質問がいっぱい来てます。中村恭介選手に憧れて、はい、今年オートレースの試験を受けています。はい、養成所での思い出話を聞いてみたいです。思い出話は寝坊して正座とか。あったね。ショーマと一緒に寝坊して正座。ショーマやりそう。はい、次、永田雅也選手へ。昔にした兄弟での大喧嘩エピソードなどありますか？量と半時過ぎて、あんま仲良くなさそう。めっちゃ仲悪い。今日もさ、整備日でレース場行って、先帰るねって、高野さんが言ったら、すんげー二人で仲良くなさそう。すんげー一緒に。お二人ともイケメンですねって話。なんで何も言わんの？高野やったらね、なんか高野やったらさ、そうやろって。ああ、すみません。二人ともイケメン。なんで笑うんすか？なんかいや、バレすぎやろ。先輩、俺が先輩。ちょっとごめん、質問見たけどイケメンです。俺はちょっと優しくなって。中村選手に質問です。はい、 SG を取れる自信はありますか？取れる自信はありまーす。でも運です。目標はやっぱり身近な1個の先輩がボンボン連れて行ってるんで、誰とは言えないですけど、ね、ボンボン行ってるんで、まずは追いつけるようにグレードを取って、まあ、いつか大統領に行くようにそういうことです。はい、自分は、まあ、そうですね、他の若手でもっと他を盛り上げて、まあ、いろんなタイトルをいっぱい取って、まあ、先輩たちにいろいろ教えてもらったんで、まあ、優勝して恩返しして、でやっぱ最後は SD を取って、で、はい、で、ゆいさんに逆ついたりしてちょっとだね、今日は硬い、やっぱり硬い、ね、硬いでしょ、いつも通り硬い、硬なる、全然 OK、 硬なる、全然 OK、 中村さんみたいにやるのいけん、すごい、エンターテイン、まあでも、まあ、いっぱい活躍して、そうです、いっぱい盛り上げれるように、これからも、いい活動を若手で盛り上げていく、はい、先輩たちに負けないように行きましょう。頑張ります。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。